はい、皆さんこんにちは。アームチャンネル下にです。オープニングが下ちゃんプレゼンツから下にプレゼンツに変わってると思うんで、今日からね下にで行かせてもらうんで、皆さんね愛着を持って下にと呼んでもらえればと思いますね。そっちの方がなんか言いやすいですね。言いやすいからね、はい、うん、親しみがね、親しみなら、はい、で今日はねこれね Z900RS みんな大好き。下には週何回ですか？はい、うん、下にはね、はい、週3回です。中2の時から変わってんの。だから言い方が違う。シモニーじゃない。シモニー。シモニーじゃない。シモニー。シモニーと言われます。はい、頼みますよ。シモニーですね。はい、はい、そうです。ことを言いながら Z900RS、 これちょっとカラーリングがね色塗り替えてあって、これオリジナルのカラーじゃないんですけど、非常にかっこよろしいんじゃないかと。そうですね。でね、まあなんかちょろちょろ部品は変わってるんですけど、まあそんなに大改造してないんですけど、今マフラーがね、今スリップオンの K ファクトリーさんのスリップオンがついてるね。はい。けど、これを今日はね、変えたいんですけど、この変えるマフラーっていうのが、これドレミコレクションさんのマフラー。はい。これね、約1年、注文して約1年待ってもらったお客さんに、やっと届いたんでね。これをつけたいと思います。はい、ちょっと開けていきたいと思います。ドレミコレクションさんの Z900RS 用のねマフラーは何種類かあるんですけど、これは見てこれ4本マフラー JMCA 公認ストリート4メッキ31万円、ゲンジャリ1台分ですね。125回いけますね。安い125円から新車どうするっていうやつです。わあ、これなんかいっぱい入ってるし、もう一回そっちに並べようか。はい、うん、内容物はね、これ多分液パイもちろん4本で、ボルトだとかステーだとか、はい、でこれがね耐燃さ、これがね、もちろん4本だし、なんかこのプレスの感じが、ね、すごいレトロで、かっこいいね。昭和っぽいですね。うん。どんな音するか楽しみやね。おぉ、おぉ、いいね。はい。はい、でもちろん、車検対応なんでね、触媒入ってます。音はでかいなぁ。そうでしょ。でかっ形しとるでしょ。もうこの角度もうやばいね。もうバズーカやん。中村通りやん。危ないでかじゃないある。だからこのまま一回つけて、うん、最後に向く方がいいんじゃない。そうしようか。はい、サイレンサーはどっからでもいいが多分23やと思うんですけどね。23つけるの。これ1やし、これとこれを先つけるってことだよ。そうですね。こうなるわけ。こうか。
こっち側行こう。はい、皿は気持ちがいいな。そうですね。いけそうですか。なんとか起きると思われる。もうやっぱ皿はいいですね、うん、しかも持ち込みじゃない皿はね。そらそら持ち込みでもうちは やるよ。そうですね、やるんやけど、うん、なんかあった時にさ ね、 ですね、なんかあった時にやっぱりそのなんちゅうかな、買ってくれてはったらなんかメーカーに直接聞いてあげようかとか、うん、なんかこの部品入ってませんでしたよとか。そうですね、うん、だけど持ち込まれた場合でなんかあった場合はお客さんに聞いてみたらとか感じになってもらうからね。はい、そんな感じなの。え、何やちゃうこれ。うん、まあ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 、つきゃ、うん、オイル交換がまた大変ですよ。ああ、もうちょっと感じ変わってくんちゃう。もうちょっと上がるんですね。こんなとこにも触媒入ってるな。はい、触媒だらけやん。ほんまっすね。うん、これがサイレンサーとかあったりするアダプターね。なんかしっかりしたもんやね。これをサクッとサクッとつけて、これを4つつけときます。はい、とりあえずエキパイはこんな感じで用意ができたんでね、これアダプターもつけて、でね、これ4本出しなんで、集合やとねこっちで終わるんですけど、おそらくここの取り付け純正のステップ、タンデムステップのこのね取り付け使うと思うんですけど、もちろんZ900RS、もともと右出しなんでね、集合なんで、向こうにはね、こっちのタネムステップには、これがないんですよね、ここのね。で、どうするかというと、でね、これなんとドレミコレクションさんの、このマフラーにね、これ標準でついとるんですけどね、このタネムステップのベースが。これちゃんとマフラーのつくところがね、こっちと同じような感じで、これに当たるとこがね、これなかなかすごいですよ。もう、こんな純正クオリティですわ。ねえ。なんか適当なステージじゃなくて、純正クオリティで多分一から作ってあるんやろうね。これ、だからまあ、たまたまこんなんがある、なんかの純正使い回し、なのかなっていうのもちょっと思ったんですけど、こうドレミコレクションって書いてあるからね、さすが竹社長、はい、すごいですわね。これを交換していきます。これをつけていくと、もうこんなん純正以外でこんなもん作れんのかね。うん、すごいわ。なんか削り出しとかでそんなのようあるけど、気が立つもんね。そうやな、うんうん、なんか同じ工場でやってんちゃうみたいな、まあ、ちょっと社長もそんな言ってはったけど、同じ工場でやってるものがあるとか、なんかタンクとかなんか別の部分やけど、あすごい、もう なんちゅうの、抜かりがないというか、うん、ドリームコレクション宣伝とかな、なんかまた4本出しの、俺メッキじゃない方でいいから欲しいんやけどな、くれはるかな、こんだけ宣伝してるから。ゲイ、これでサイレンサーをつけていこうか。ここのゴムもあんねんな。あります、はい、まあ、ゴムっていうか、うん、バルスがまたいじめられてるやん、うん、こいつ何なん、何か、ああウエスやん、ウエス好きになってるやん。ウエス好き、2番3番、はい、3番3番、ほんでここに挟むか。はい、これが上向くってことか。そうですね、ここは連結、あ、そうか、バネか。はい、
バネ後からいける？バネ多分いけます。はい。いけるね。うん。もうそうちゃうか。あ、こう。うん。これが一番スタイリッシュ。で、こう。はい。うん。はい。でナッティング。まだ何も閉めてへんやな。まだ何も閉めてないです。もう全部仮止め。前から閉めていこうか。はい。一旦仮付けができました。今ネジは全て仮止めで、まだ一切閉めてないです。うん、いい感じやね。だいたい寸法も来てるし。はめにくいですね。やりにくいやろ、すっごい。すごいやりにくいですね。バネがね、やりにくい&めちゃめちゃ硬い。怪力で。OK。ナイス。OK。OK。OK ですね。うん。OK。OK。あ、ちょっと。本締め。前からね。本締めをしていきましょう。はい、こんな感じでね、完成しました。かっこいいね、これ。むちゃむちゃかっこいいね。後ろから見ると、ちょっとね、なんか右が出てる感じもするんやけど、これは構造上しょうがないね。ちょっとドレミさんのキットの中にもね、このステップをちょっと浮かすね、このカラーがね、わかるかな？カラーが入っとったんで、ちょっと避けて、で、マフラーも、ちょっとこっちにオフセットしてる感じなんで、若干右に右の方が出てる感じはもう、構造上しょうがない感じかな。はい。でも非常にかっこいいです。エキパイもこれ白でね、こう暴走族みたいで。すごいかっこいい。これでエンジンかけたら大変やし、これは今から、めくろ。めくってちょうだい。非常に向きにくいな。そうですね。はい、それではね、できたんで、エンジンかけてみたいと思います。
がだったでしょうか。今日はね、マフラー取り付けだけだったんですけど、非常にね珍しいマフラーです。これはまあまだ見ないですよね。僕も生で見たのはもう初めてなのでね、 Z900RS 買ったらこれちょっと欲しいなと思ってたんですけどね。あ、それからね、この液灰にね、養生巻いてたんで、ちょっとまだ分かりにくかったんですけど、これね、分かるかな、これね、これがどれ、これか、これがドレンボルトで、ここマフラーの液灰、まあこんだけ隙間あるんでね、あのオイル交換は全く問題なくできると思います。オイルフィルターももちろん、はい、いけますんでね。で、音なんですけど、やっぱ車検対応なんで、決してうるさくはないんですけど、エンジンかけた時は、Z900RS のノーマルマフラー、プラスアルファぐらいのちょっとのぶとい音はしてました。ノーマルでも結構うるさいんでね、このバイクのマフラーは。な感じで、まあ、せやけど回すと、集合感とはまた違う音しますね。まあ、見た目もレトロなんですけど、音も僕の感想でちょっとレトロな感じ。っていうのは集合感の、なんか綺麗な、フォン、フォンっていうよりも、ちょっと若干バサついた音が入るんでね。まあ、それが、逆にいいんじゃないかなと、個人的には思います。もうお客さんに渡してね、乗ってもらうと思うんで、残念ながら走行の音はちょっと取れないんですけど、結構独特な音すると思いますよ。ドリームコレクションさんの、4本出しミキマフラーでした。はい、この動画がね、面白いなと思った方は、高評価だとかチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。